東北大学2022年の力学に関する入試問題のその2です。問い3番からです。問い3番、図4のように可動台を留め具によって再び水平な床に対し固定し、斜面上の X が負の領域のみ摩擦のある面、摩擦面に変更した。摩擦面と物体の動摩擦係数はμである。斜面の摩擦面以外では物体と斜面の間に摩擦はなく、また摩擦面においても物体の運動はたるんだゴム紐により妨げられることはない。物体を x=0 の位置に静止させ、斜面上方に大きさ v0 の初速度を与えたところ、物体は摩擦面を上り最高点に達した後斜面を下っていった。で、問題の括弧 A ですが、 X が負における物体に対する X 軸方向の運動方程式から、物体が摩擦面を上向きに上る時の加速度 A を mgθμ の中から必要なものを用いて表せ。ただし加速度 A は斜面下方性の向きとする。括弧 B、 原点 x=0 から物体が達する最高点までの距離 L1 を kAx0v0 の中から必要なものを用いて表せ。括弧 C、 斜面を下った物体は最下点に達したところで反転し、再び斜面を上り x=0 を速さ v1 で上向きに通過した。 v1 を θμv0 用いて表せ。括弧 D、 その後物体は斜面を上下に往復運動する。問い括弧3括弧 C で、物体が x=0 を上向きに通過した時を1回目の通過とする。物体がラージ N 回目、ラージ N は2から3、点ですね、に x=0 を上向きに通過する時の速さ vn を v0 v1 n を用いて表せ。問い3番の括弧 A ですが、物体が摩擦面を上向きに上る時の加速度 A をこの mgθμ の中で必要なものを用いて表せという問題です。で、からここの0から上側は摩擦面がありますね。で、動摩擦係数が μ です。で、ここで v0 で、上上方に運動したわけですけれども、摩擦面上ではどういう力が働いているかというと、この物体にはこの重力と、そしてその動摩擦力ですね、この重力の斜面方向性分だけを考えればいいですね。この向きにどういう力が働いているか、この向きに加速度運動しますから、こちら向きは正ですね。ですからこちらに重力の斜面方向性はこれです。で、ここが θ ですから、これが2分の π マイナス θ で、こちらが2分の π ですから、ここ θ になりますね。ですから mg の sinθ になります。重力の斜面方向成分です。もう一つはその運動方向とに逆行する形で動摩擦力が逆向きで働きます。こちら向きは正ですから、これ μn ですね。動摩擦係数かけ垂直抗力です。これは垂直抗力はこれの mg コサイン θ の上側ですね。ですから μ mg コサイン θ になります。ですから両方の力が加わっていますから、 ma イコール運動定式ですね。 ma イコール f はこういう力です。で、 m で m が消えますから、 g でくくると sinθ プラス μ コサイン θ になります。これが答えです。括弧 B の問題です。原点 x=0、ここですね、0から物体が達する最高点までの距離 L1 ですね。ここから出発して V0 で、これ運動したわけですね。で、こう摩擦面がありますから加速度は A で求めました。で、だんだん減速していくわけですね、までの距離 L1 を表せということです。で、最高点では最高点ですから速度が0になります。で、ここの間は等加速度運動します。しかも逆行ですから、これ3番目の公式ですね。0乗引く V0 乗が EAX で、ここがマイナスにしないといけませんね。こちらがプラス方向ですけれども、こちら向きを正に取れましたから、これからこれで逆行するという形でマイナスにします。で、 L1 は2A 分マイナスというか、マイナスが取れて 2A 分の V0 乗になります。で、ここを見るとこの V0A ですね、この中から必要なものを用いて表せですから、もうこれで十分ですね。答えはこれになります。括弧 C の問題です。斜面を下った物体は最下点に達した後斜面を上り、
x イコール0を速さ v1 で通過した v1 を表せ、この θ、μ、v0 の実際のものを用いて表せという問題です。最初は v0 で摩擦となる面を登っていって最高点ですね、 L1 の距離をで止まって一瞬0になりましたね。それからまた再びこう下がっていくわけです。でここの間は、まあ、ゴム紐の弾性力はありません。でここからは摩擦がないですね。ここからはその、ゴム紐によって、このだん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 また減速していくわけですね。で、ここの最下点に達したということですね。この X0 というのは、まあ、弾性力とその Mg サイン θ 重力成分が釣り合うところですね。それよりも最下点に達したということですね。でここからこうまた再び上っていったというわけです。でその時には最下点ではまあゼロですけれども、また弾性力によってまた上がっていくわけですね。でここで注意しないといけないのは、ここは摩擦がありませんから、ここで通過した時は V1 でだったということですね。 V0 で行ってこう下がって最下点に達して、ここで V1 だったということですが、ここは何かというと摩擦がありませんから力学的エネルギーが保存されますから、ここが V1 だったということは、最初にここからここがこう最高点に達して、ここで、ここの速さは何かというと V1 なんですね。これと同じ速さですが向き逆です。 V1 の速さで行ったから摩擦がありませんから、ここで戻った時はエネルギーが保存されて全く同じ大きさ、向きは反対ということになりますね。ですから、ここの V1 は同じだということですけれども、ここで、最初にここの最初に出発した時は V0 ですね。でここで0になりました。で0からここへ行った時は V1 ですね。0からここへ行った時には V1 ですから、この公式使います。終わりの速度が V1 の2乗、最初の速度が0ですね。でここで、ここの時の加速度は A ではありません。下る時は A' とします。 A' は何かというと、この重力成分とこの逆方向ですね。重力成分はこちらですが、正の方向ですが、摩擦力は逆方向ですから、こういうふうに μ を mg コサインシータになって、結局加速度はここはマイナスになります。 A' はこういう式になるわけですね。でこの L1 を求めたいですか。 L1 ですね、L1 はところで L1 は何かというと、全問の結果ですね。このようにして表すことができました。で、ここで何を求めたいかというと V1 ですね。この V1 を表すわけです。ここから V12 乗は 2A'L1、 L1 というのは 2M の V0 乗です。で2と2が消えて M の A' の V0 乗になります。で V1 は V0 のルートにして、ルートの M の A' ですね。 A と A' を A はA' はこれです。A はこれですね。ここがプラスですから、ここがプラス、マイナスになりますね。こういう形になります。V1 はこういう、これが答えになります。括弧 D の問題です。その後、物体は斜面を上下に往復運動する。物体がラージェヌ解明に x イコール0を上向きに通過するときの速さ、Vn を表せ。V0 と V1 と N を用いて表しなさいという問題です。でここでは最初は V0 でこうやったわけですね。登っていったわけです。ここではもうゴム紐の弾性力はありません。ただあるのは摩擦面の摩擦力ですね。で最高点までの距離は L1 でした。でそこから0から一瞬0になりますが、ここからまた再び下っていくわけですが、摩擦のある面を下っていくわけですが、ここからは摩擦がありません。ここからここの間はもうゴム紐による復元力のみですね。ですから単振動するわけなんですけれども、だん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 この最初、1回目は V1 ですね。2回目になるとここでは減速しますから、どんどん減っていくわけですね。ここを見ると全問の結果ですね、V1 イコール V0 こうなりました。でここを見ると分母、分子を見ると分母の大きいですから、これは1より小さいですね。これをまあこう煩雑になりますから、このこれで簡単にこうして表します。でこれは V0 分の V1 ですね。でこれの中は1より小さいですから、 V1 の方が V0 よりも小さくなります。ですから回を重ねるごとに、ここの V1、 ここの V 通過する速さはだん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 小さくなっていくわけですね。で例えば 2回目の時はどうなるかというと、ここで見ると1回目の時は V0 のこれになりま
ましたから一流自在ですね。2回目の時は V1 でいきますね。この V1 でまたここ下がっていきますから、今度はここで V2 になりますね。こうしてなってここで、そうではなくて V1 でいきますと、ここでやるときは V2 になりますね。 V2 で下がっていきますから、またここで最下点に行くと、最下点に行ってまたここで通過するというか V2 ですね。でだんだんだんまた減速していきますから、 V2 はその V1 の V2 は V1 になります。 V1 のこの星印になります。これになります。で V1 というものはもともとこれ、V1 は V0 のこれですね。これ書けたものですから、 V1 と V0 分の V1、 この部分はこうなりますから、 V0 分の V1 になります。ですからこれ V1 の認証 V0 になりますね。で V3 は何かというと、その V これに考えていくと、一つ下がりますから上がりますから V2 の星印になります。これつまりこれですね。でこれというものは V0 分の V1 ですから、で V2 はここで V1 と V0 で出すとこうなりますから、こうなりました。でこれとこれで2乗3乗になります。これ見ると上の方が大きいですね。3と2ですから、これどん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  N 回目になると、これが N とすると N-1 乗になりますね。ですからこれは V0 の N 乗と V0 の -1 ということで、分母に来ますから V0 分子に来ますね。これが V0 になって、V0 分の N 乗、V1 の N 乗ですから、括弧して N 乗になります。ですから、結局、N 回目の速さは、こういう式で、V1、V0 を表すとこうなります。ですから、これが答えになります。括弧E の問題です。十分に時間が経過した後の、物体の位置 X と時間の関係を表すグラフとして、最も適切なものを、図5のあから9の中から1つ選び、記号で答えよう。またその記号を選んだ理由を、問3括弧 D の結果に注意して説明せよ。図5のグラフです。あと E です。それからうと A です。それからおとかです。で木と句がこれですね。3番のかっこいいです。最後の問題です。十分に時間が経過した後の物体の位置 X と時間の関係を表すグラフはどれか、理由を説明せよという問題ですが、この十分に時間が経過した後のこの運動ですね。この最初は V0 でいきましたが、こう最下点に対してこうだん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 こうここでは減速していくのみですね。ですからここでは N が十分大きくなると N 回目の速さですね、通過する時の速さはこういう式で表せました。で V0 分の V1 というものは一より小さいですから、一より小さいものを N 乗して N がどん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 大きくなるとますます0に近づいていきますね。これはですから VN は N が大きくなっていくと0に近づいていくと、だん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 減速して回を重ねることに減速して、結局こう最下点に達した後はこう十分に時間経過した後はもうゼロになるわけですね。でここは摩擦がありませんから、しかもそのゴム紐が伸びて重力によって伸びていったりして復元力が生じます。ですから絶えず単身とするわけですね。上端をゼロとして下端も最下点もゼロですね。その間を振動します。でここ X0 というのは釣り合いですから、振動単振動の中心になるわけですね。ここの間を単振動するわけです。これはもう減速しませんから、こう単振動続きます。ですが、こういう運動をするわけですね。十分に時間が経過した後は、ここを中心にして単振動するというわけですね。ですから、この上端がゼロですから、しかも最下点も、ここのゼロというのは、そのここの原点ですね、距離を意味します。速度としてはここの最下点とここでは上端は速度はゼロです。でこの間を単振動するということですね。ですから、位置関係的に言えばこういうところを単振動するわけですね。これを時間的に伸ばすとこういうふうになりますから、結局この「あ」というグラフが最初の「あ」が答えになります。上端ではゼロになっていきますから、
速度がゼロになっていきますから、ここですね、両端ではゼロということで、こう X0 を中心とする単振動します。